1977年のカバオカ駅と周囲約500メートル範囲。上が南輪っかな内方面。相対式ホーム2面2線。すでに貨物及び荷物の取り扱いが廃止されて、駅舎横の引っ込み線は撤去され、駅裏側の副本線は南輪っかな内側からの引っ込み線になっている。駅裏のストックヤードは原生に戻っている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成カバオカ駅は、かつて、北海道は加内塩アザコエトイムラカバオカに、存在した、北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号はカハ、天マ北線の廃線に伴い、1989年5月1日に、廃駅となった。廃止時点で、一面一線の単式ホームと線路を、 有する地上駅であった。かつては2面2線の相対式ホームと線路を有する列車交換可能な交換駅であった。当時は互いのホームは駅舎側ホーム中央部分と対向側ホーム北側を結んだ構内踏切で連絡していた。駅舎側ホームが上りの一番線、対向側ホームが下りの二番線となっていた。その他、 二番線の南湧かない方から、対向側ホーム手前まで分岐した行き止まりの側線を一線、有していた。無人駅となっており、有人駅時代の木造駅舎が残っていた。駅舎は、構内の東側に位置し、ホーム中央部に接していた。1983年時点のホームには500本の上り富士を植えた花壇があり、8月には一斉に花を咲かせた。 当駅が所在していた地名、字、カバオカより、広大な落農地帯が広がっていたが、離農が進み、限界集落地域である。旧駅前周辺は廃校になったカバ、オカ小中学校跡とバス停のみとなっている。カバオカ駅跡2011年時点では、当駅の跡地に、本物の駅名標が残存している。ただし、駅跡とは逆側に設置されている模様。 この駅名標は道路に移設され、カバオカの天北線バス停留所に設置されている。現在、当駅の跡地一帯は原野になっている。ありがとうございます。